大丈夫ですか？伊達さん、看護師からここにいると聞いたもので。ええ、ちょっと休ませてもらってたんです。イリスの手術が無事に終わって命に別状はないって。そのことを聞いたらなんかほっとして。倒れてこの病室に運び込まれたらしい。ああ、さっき看護師から聞いたよ。でももう大丈夫です。すっかり良くなりましたから。今日の午前3時頃、ひとみさんは何を？ああ、気を悪くしないでください。家で寝ていました。午前4時頃。事件のことはその時初めて知って。今の証言は捜査資料に記載されているものと同じだ。午前4時頃、警察の人間がひとみのところに？ああ。冷凍倉庫から左岸家までの所要時間は？車で20分から25分。白熊が倉庫から逃亡したのは？そうだ。急げばギリで間に合うか。瞳を疑ってるのか？そういうわけじゃないが。瀬島ってあの国会議員の？ええ、二人に何かつながりがあるんじゃないかという情報が。つながりなんてないと思いますけど。あの子は、イリスは左目を失ってしまいました。奪われた眼球はまだ見つかってないそうです。視神経や血管がつながっていれば元に戻すこともできたみたいなんですけど。でも命が助かっただけでも感謝しないと。私、若い頃大切な人を亡くしてるんです。岩井真中、心から親友と呼べる。イリスの手術が終わるのを待ってる間、その真中のことが私本当にどうにかなってしまいそうで。よほど辛い経験をされたんですね。ええ、太田君には本当に心から感謝しています。いえ、そんな言葉では足りません。だって太田君がイリスのこと助けてくれたんでしょ。警察の方から伺いました。もし太田君があの倉庫に行かなかったら、今頃イリスは本当に何と言えばいいのか。お礼の言葉が一つしかないのがもどかしいぐらいです。実は太田くん、私の教え子だったんですよ。彼が小学生の頃受け持ったことがあって。昔から正義感は強い方でしたけど、でも命を懸けてまで誰かを救うなんて、私が言うのもなんですけど、きっとお母さんの育て方が良かったんでしょうね。こんな時にいろいろとお尋ねしてすみません。いえ。では私はこれで。
どうやって入った？塀を乗り越えて。不法侵入だぞ。野球のボールが入っちまったんだ。取らせてくれ。そんな時間眠っていたに決まってるだろう。何かあったのか？ニュースは見てないのか？ああ、今朝からずっと本を読んでいた。何があったのかは知らんが、私は無関係だよ。昨日も言ったはずだ。熊倉組と怪しい付き合いはない。そういえば相棒、昨日聞かせてくれた川崎地区の土地に関する売買の話。ああ、その話についてはまた後で。知らん、誰のことだ。この子だ。見覚えはないか？顔を見ても変わらんよ。瀬島の体温について目立った上昇は見られない。こいつは政治家だぞ。嘘をつくのが仕事だ。まあ、金曜日も土曜日も先生はずっと自宅にいた。昨夜から今朝にかけては寝室でお休みに。何か証拠になるものはあるか？私の証言で十分だろう。相棒、この屋敷に監視カメラは？いくつも設置されている。だがどういうわけか今はいずれも電源がオフに。この数日間の映像データもどこにも残されていない。なんだよそれ、めちゃめちゃ怪しいじゃねえか。さてと、そろそろ帰ってくれないか？まだ質問は始まったばかりだ。何を聞いても同じだ。先生はあんたが追ってる事件とは何の関係もない。それを判断するのはお前じゃない、俺の仕事だ。やれやれ、こっちも手荒な真似はしたくないんだよ。このままあんたを処分して池の鯉に食わせちまってもいいんだぞ。ああ、やれるもんなら。だってこいつ意外と本気かもしれないぞ。ん？体を調べてみろ。こいつハンドガンを。もちろんモデルガンではない。おい、やけに物騒なもん持ってんじゃねえか。何のことだ？とぼけても無駄だ。銃刀法違反でしょっぴくぞ。意味がわからん。お前が携帯してる銃のことだ。銃なんて持ってない。持ってんだろうが。証拠でもあるのか？そんなもん見れば一発で。見る？何を？どうやって？令状がなければ身体検査はできないはずだが。おしゃべりは用が済んだならとっとと帰ってくれ。だてこれ以上話を続けても今はひとまず引き返すのが賢明だ。ったく、腹立たしい奴らだ。どちら様ですか？伊達ですよ。それに名刺も渡しましたし。はあ、それでご用件は？昨夜って何時ぐらいのことですか？10時前のことです。ああ、その時間はもう寝てましたよ。寝てた？いや、そんなはずはない。あなたはイリスとオータを追ってこの店を出て行った。その時の光景はこの目で、左目でしっかりと確認してるんです。左目？
どうして両目じゃないんですか？それは…とにかく昨夜、私はどこにも出ちゃいませんよ。ぐっすりと眠って夢の中にいたんです。夢？そう、とっても懐かしい夢を見て。ああ、これですか？まだ太田が小さかった頃か、なんとなく眺めたくなってしまって。私はダメな母親なんです。昔から夫や息子に迷惑かけてばかりで、二人には何度助けてもらったかわかりません。なのに二人はとっても優しくてね。ある年の母の日に、二人とも私が花柄が好きなことよく知ってたから、それでこの花柄のエプロンと包丁くれたんですよ。私嬉しくて嬉しくてたまらなくて、自然と涙が溢れてきて。この写真はその時に撮ったものなんです。恥ずかしいですけど、いい写真でしょ？ええ、とても。確かあれは息子が小学校に上がったばかりの頃です。簡単なお使いを太田に頼んだんですが、夫は心配ないって言ったんですが、私は辛抱できなくなって。お、そしたらあの子、近くの信号の前で立ち止まって、いつまでも信号が赤のままだから。でもね、その信号ったら押しボタン式だったんですよ。あの子はそれに気づかずに赤信号の前でずっと立ち尽くして、まったく頑固っていうか、馬鹿正直っていうか。だけどそんな太田のことが、私は可愛くて可愛くて仕方がなくてね。さあ、一体どこをほっつき歩いてるんだか。伊達、真由美の夫太田の父親について調べてみた。名前は松下武郎。5年前に心筋梗塞で亡くなっている。そんな、どういうことだ。準備？太田君の入院に必要なものを取りに来たんじゃないんですか？太田が入院？あの子はピンピンしてますよ。変なこと言わないでください。なあ、伊達、ちょっと気づいたことがあるんだが、サーモモードで真由美を見てくれないか？わかるか？脳の一部が青く染まってるな。これはその部分の血流量が一時…つまり…そう、真由美は病気だ。彼女の通院記録を調べてみた。真由美は6年前から脳の機能障害、ディメンツを患っている。ディメンツ？症状は多岐にわたるが、真由美に認められるのは健忘だ。彼女の中からは様々な記憶が欠落している。なるほど。今までの不可解な発言はそのせいだったのか。だがそんな状態で食堂の経営なんかできるのか？経営はしてない。え？この飲食店松下食堂は8年前に潰れている。松下食堂は樺崎地区の近くにある。ギリギリ立ち入り禁止区域には入っていないから、法的にはここに住むことについては何の問題もない。だが化学工場の爆発によって来客数は相当減ったはずだ。もともとこの店の経営はブルームパークが存在するからこそ成り立っていた。ブルームパークを往来する客が園内で食べるよりも安いからという理由で。ところが8年前にブルームパークは閉鎖、客足はパタリと途絶え、その結果店が潰れたことを真由美は気づいてないのか？おそらくディメンツのせいで。ああ、なんてことだ。さてと、もう話はいいですか？夜の営業の準備、そろそろ始めなきゃいけないもんで。
伊達、彼女の世界を。そうだな。車が2台あるな。これらの車は本日未明午前3時17分にも。ワンボックスとステーションワゴンか。このワンボックスは松下家が所有し食材の仕入れ等に使われていたらしい。アセトンちゃん待ってて、今車取ってくるから。ハンドルやシフトレバーから、あとは助手席の周辺から最近付着した指紋はそれだけだ。他に車内から見つかったものは？一つある。なんだ？太田の携帯だ。2日前秋葉原で購入したばかりの運転席のシートの下に潜り込んでいたらしい。その携帯は今どこに？現在鑑識の方で内部のデータを調べている。このステーションワゴンは盗難車だ。盗難車？昨夜車の所有者から警察に盗難届が出されている。盗まれたのは昨日の午後10時33分。場所は東京都府中市甲州街道沿いにあるコンビニファミリーストアの駐車場だ。ファミストの駐車場。所有者がエンジンをかけたままファミストの店内で買い物をしていたところ盗まれたらしい。いや、盗まれたというよりも奪われたと言った方が的確か。この車を奪ったのは太田だ。え？太田がこの車に乗り込み逃走した。ファミストの駐車場に設置された防犯カメラがその時の様子をバッチリと捉えている。またこの車のハンドルからは太田の指紋も検出された。奪ったのは太田で間違いない。例の白クマの動画配信が始まったのは確か今日の午前3時頃だったな。主角的作業。そうだ。それから10分ほどして太田が画面の中に。太田が車を奪ったのは昨日の午後10時33分。動画内に姿を現したのはその4時間半後ってことになるな。この周辺には他に手がかりになりそうなものは見当たらない。そうだな、倉庫の中を調べてみよう。ふぅ、寒いな。空調の機械はすでに止められている。だが壁の断熱材のせいで室温は今日の未明に訪れた時とさほど変わっていない。さっさと操作を終わらせないと凍死しちまいそうだな。じゃあ、とっとと始めてくれ。ビデオカメラとノート PC だ。犯人はこれらを使って動画の配信を。美少女漫主角海大科。いずれも中古業者を介して購入されたもので、動画の配信は倉庫内の Wi-Fi を使って行われた。回線の登録者は沖浦水産だが、ルーターにはパスワードが記されていたから。氷の切断機だ。この機械について沖浦水産の関係者から証言。元からここに置かれていたもので犯人が運んできたものではないらしい。指紋は全く付着していない。他の遺留品も同様だ。倉庫内のどこからも犯人のものとおぼしき指紋は検出されていない。そうか。今日の午前3時頃、イリスはあの作業台で。太田が駆けつけなければアウトだっただろうな。あのフォークリフト、タイヤと床との接地面が凍りついてるな。
長いこと動かされてないってことか。うん。だが、だからなんだって言うんだ？いや、ちょっと気になっただけだよ。ですね。異性だったら物語の一つも始まるかもしれないんですけど。残念なのは俺も同じだ。いえ、残念ながら独り身です。こんな仕事をしていると出会いも少なくて。事件が解決したらキャバクラでも行くか。お、いいですね。もちろん奢ってくれるんですよね。経費で落とす。今の発言は記録しておいた。後でボスに報告する。すまん、やっぱ割り勘で。なんでですか。いえ、今のところ特に。千葉の家系圏が電熱線の入ったインナーを開発してくれたんです。でも挙動が不安定で、あったかくなったり寒くなったりするんですよ。ちなみにここにいる警官や鑑識官は全員同じやつを着用してます。一通り現場を調べてみましたが、報告すべきことは特に。ん？何かあるな。近づいて拾ってみたらどうだ。驚きマンチョコか。そういえばお前、3年ぐらい前に集めてたな。このチョコのおまけ。当時水木が欲しがってたから買い始めたんだが、水木が興味を失っても、お前は一人でせっせとシールを集め続けて。ほろ苦い思い出だ。驚きマンチョコは甘かったが。それにしても、なんでこんなもんがここに。何か手がかりになるかもしれん。後でじっくりと調べてみよう。寒。だて、そろそろ限界だ。重要なものはあらかた調べたし。ああ、賛成だ。本部に着く前にここまでの捜査状況についてまとめておこう。真由美は脳の機能障害、ディメンツを患っている。もしも仮に真由美が昨夜太田とイリスの後を追っていたとしたら、真由美は白熊の中の人を見ている可能性が高いことになる。だが覚えてないんじゃな。今のところ瀬島が第二サイクロ事件に関わっている可能性は低いと言わざるを得ない。それには俺も同意するが、どうしてこうも瀬島の影がちらつくんだ。殺された翔子と沖浦は、その熊倉組と瀬島に、つまり熊倉組を中継地点として、さらにイリスと瀬島にも何かつながりがある可能性が。イリスのその入部世界に瀬島が出てきたからか。そうだ。
私としては瀬島のボディーガードが銃を携帯していたことも気になっている。少し調べてみたんだが、瀬島は他にも大量のボディーガードを雇っているらしい。もしもそいつら全員が銃を所持しているとしたら。瀬島のやつ、いずれにせよやつの背後にどす黒い闇が渦巻いているのは確かだ。水木から沖浦水産に関する新たな情報は得られなかった。やはり現在の沖浦水産と殺害された沖浦蓮樹とは何の関係もないように思える。だが何か引っかかるんだよな。ここ最近ろくに寝てないからだろう。ここまで忙しいのは久しぶりだ。私が生身の肉体を持っていれば膝枕ぐらいしてやってもいいんだが。なんだよそれ。いきなり妙なことを言うのはやめてくれ。変な空気になっただろうが。ああ、そういえば大事なことを伝え忘れていた。なんだ。冷凍倉庫で見つけたパッケージに付着していた指紋は。誰だ。松下真由美だよ。なんだって。真由美はあのチョコを甲州街道沿いにあるコンビニ812で購入したらしい。店の防犯カメラにその姿がはっきりと映っている。812の通称は8。その8は太田が車を奪ったコンビニカミストから100メートルほど離れた地点に存在する。ちょっと待ってくれ。なんかややこしいな。要するにこういうことだ。なるほど、続けてくれ。チョコの購入時刻は昨日の午後10時33分。太田が車を奪った時刻と同じじゃないか。ああ。どういうことだ。詳しい経緯はわからない。だがとにかく真由美は昨夜8で驚きマンチョコを購入し、その後何らかの理由で冷凍倉庫に足を運んで落としたのかもしれない。熟考中にすまないがボスから電話だ。繋いでくれ。伊達くん、イリスの手術が終わったのは知ってる？ああ、さっき病院で聞いたよ。命だけは助かったそうだな。だけどまだ意識は取り戻してないのよね。今は ICU の中にいて面会謝絶だって。そうか。でも太田の方は喋れるようになったみたい。処置が終わったのか。ええ、さっき一般病棟の方に移されたそうよ。分かった、すぐに行く。私も向かうわ。病院で落ち合いましょう。太田、具合はどうだ？びっくりするぐらい元気だよ。まだ麻酔が効いてるから痛くもなんともないし。そうか、そいつはよかった。太田君、手術が終わったばかりなのに申し訳ないけど、ちょっと話を聞かせてもらえる？無事に終わったんでしょ？ああ、お前のおかげだ。もしもお前が例の白熊に飛びかかっていかなかったら。僕はアセトンちゃんのファンだからね。ファンがアイドルを守るのは当然だよ。ラーメンにはニンニクを入れるくらい当然さ。それは好みの分かれるところだと思うけど。にしても我ながら自分が怖いよ。あの白熊ったら僕と目が合った瞬間ガクガクと震えちゃってさ。きっと僕の本当の力に本能レベルで気づいたんだろうね。太田の体温上昇を確認。こいつ
ちょっと盛り上がったな。まあ、今日ぐらいは許してやれ。ああ、そうだな。そういや、お前、中華鍋で俺のこと殴ったよな。あ、それはアセトンちゃんを守らなきゃと思って。言い訳の前に言うことはないのか。ごめん、すみませんでした。ああ、それでいい。だが次はないからな。もう絶対にしない。インドの神様がね。なんでちょっと遠くの神様に誓うんだよ。伊達さん、あの配信動画見てたんじゃないの？犯人は白熊だよ。の中の人だろ。そいつが誰だったのか聞いてるんだ。そんなの分かんないよ。分かんないようにするために犯人はあの着ぐるみを着てたんだろうし。それはごめん、絶対に言わないって約束したんだ。例の自作自演のこと、イリスにバラすぞ。そしたらどうなるかわかるな。せっかく爆上がりしたお前の株も一瞬にして暴落だ。うふ、でもやっぱり言えない。なんでそこまで固くななんだ。あのな、冷静になって考えてみろ。イリスを襲った犯人は未だ逃走中なんだぞ。イリスはその犯人の顔を見ているかもしれない。もしもそうなら、そいつは口封じのためにイリスの息の根を止めに来るかも。そんな。イリスを守るには犯人を捕まえるのが最も手っ取り早い。そのためにはどうしても情報が必要なんだ。わかったよ。伊達さんをその中華鍋で殴った後のことだね。そうだ。あの後僕はうちの車 K のワンボックスにアセトンちゃんを乗せて、でしばらく走ったところで甲州街道沿いにあるファミスト、そこで助手席のアセトンちゃんに何か飲み物買ってくるねって言って、僕は車を降りて店内へ。そしたら店の外から突如アセトンちゃんの悲鳴が聞こえてきて、おーたん助けてって僕は慌てて外に飛び出し、うちのワンボックスのところへ駆け寄ろうと思ったんだけど、その時にはもう車は猛スピードで走り去った後で、どうしようどうしようと思って辺りを見回すと、エンジンがかけっぱなしになってた1台の車が。ステーションワゴンだな。そう、気がつくと僕はその車の運転席に飛び乗ってた。別に盗もうと思ったわけじゃないんだよ。ちょっと借りようと思っただけなんだ。時刻は午後10時33分。これで太田がステーションワゴンを奪った理由は分かったな。その車で甲州街道に飛び出したんだけど、その時にはすでにうちのワンボックスの姿は見えなくなってて、それからしばらくの間僕は必死になってアセトンちゃんを探し回ったんだ。警察に連絡しようとは思わなかったのか。だって僕、伊達さんのこと殴っちゃってたし。そんなこと気にしてる場合じゃないだろう。だけどその時の僕はそう思ったんだよ。警察に行ったら逮捕されちゃうって。パニックになってたし、頭がうまく回らなかったんだ。そのせいで大事なことに気づくのも遅れて。大事なこと？僕、ワンボックスの車内に買ったばかりの携帯を置きっぱなしにしてたんだ。それが大事なことなのか？ものすごくね。だってあの携帯には GPS の機能がついてたから、それを調べればワンボックスの位置が特定できるじゃん。なるほどな。というわけで僕は近くのネカフェに駆け込んで急いでそれを調べたんだ。そしたら僕の携帯は江東区有明4丁目の倉庫街にあると分かって、あとは伊達さんが知ってる通りだよ。こいつを見て何か思い当たることは？これはなんだ？何か知ってるのか？
サーモグラフを見るまでもない。確実に知ってるって顔だ。確かに。前に伊達さんに話した土曜日のこと、ちょっとだけ嘘が入ってたんだ。どこが嘘だったんだ？散歩気に行ったら、店の入り口に本日貸し切りって札がかかってて、その後のことだよ。僕は伊達さんにそれから家に帰ったって言ったけど、2時間以上秋葉の街をブラブラしてて。もしかして新しい携帯を買ったのはその時のことか？うん。でもどうしてそんなことを隠す必要が？続きがあるんだよ。確か夜の8時50分ぐらいだったかな。秋葉の交差点を渡ろうとしたら、信号を待ってる沖浦さんの車を見かけたんだ。それで近づいてみたら、ハンドルを握ってたのはアセトンちゃんで。イリスが？うわー、びっくりした。びっくりしたのはこっちの方だよ。どうしたの？どうしたのって、アセトンちゃん免許なんて持ってたの？そりゃもちろん持ってない。無免許ってこと？しー、沖浦さんにちょっとお使いを頼まれちゃって、それでこの車を借りて。お願い、このことは絶対誰にも言わないで。うん、約束してくれる？もちろんだよ。その後信号が青になって車は走り去っていったんだ。車の中にいたのはイリスだけだったのか？うん、アセトンちゃんだけしか乗ってなかった。僕がナイルに書いたあのことっていうのはこのこと。今をときめくネットアイドルが無免許運転なんて大問題でしょ。それで今まで黙ってたんだ。僕が切断機の電源を切ったのは知ってるでしょ。ああ、それからお前は雄たけびを上げ、配信動画のフレーム外へ。その後のことが知りたいんだ。頭の中が真っ白になっちゃってたから、あんまりよく覚えてないけど、とにかく僕、白熊に向かって突進していって、かなり長いこと戦ってたと思う。取っ組み合いになって、もつれ合う感じで。そしたらいつの間にか、刃物でお腹を刺されてて。念のため確認するが、白熊の中の顔は見てないんだな。うん、見てない。じゃあ声や体型はどうだ？そういうのも全く。何でもいい、手がかりが欲しいんだ。悪いけど知っていることは全部言ったよ。他に手がかりになりそうなことは。本当か？うん。だて、おいおい、この後に及んで。土曜日の6時15分、散歩気が入っているビルの中から、沖浦とイリスが一緒に出てきたところ、それからおよそ2時間半後、次に太田が目撃したのは、沖浦の車を運転しているイリスの姿だった。どう思う？イリスのやつ、めちゃめちゃ怪しいじゃねえか。ところがイリスは、第二サイクロ事件の犯人とおぼしき人物。さらに太田が駆けつけなければ、あのままイリスの体は真っ二つに切断されてたはずで。一体どういうことだ？伊達、どうも太田の様子がおかしい。注意しろ、何かしでかすつもりかもしれん。しでかすって何？こいつ握っているのは果物ナイフだな。なんでこんなもんを。とにかく今やるべきことは一つだ。分かってる。離せよ。一体どういうつもりなんだ。うるさい、いいから離せって言ってんだろ。催眠ガスか、やってくれたな。話が聞けなくなっちまったじゃねえか。
聞けないなら見せてもらえばいいじゃない。彼の頭の中を。